こんにちは。今日のおじさんと一緒は赤ちゃん体操第3弾です。さあ、今日も私の孫のカナダくんと一緒に体操をやってみたいと思います。おじさんと一緒。さあ、今日はですね、生まれて4ヶ月から6ヶ月ぐらいの赤ちゃんにいいかなっていう体操をご紹介したいと思います。そろそろお座りをね、できるようになったり、もうじきお座りできるかなっていう赤ちゃんにちょうどいい体操をご紹介したいと思います。さて、今日は3つご紹介します。とても簡単だから覚えて一緒にやってね。さあ、まず1つ目です。1つ目はね、足持ち体操というのをやってみたいと思います。さあ、じゃあ赤ちゃんにですね、自分の右足を右手で、はい、じゃあ掴んでごらん、カナタ。はい、自分の足持ってごらん。持ってもらって。持てなかったら、お母さん、お父さんが一緒に手を添えてあげてください。で、左足を、今度は、左手で、はい、ちょっと持ってあげる。そう、こんな感じですね。上手にできたね。さあ、この状態で、コローン。はい、反対も、コローン。お、できた。はい、反対も、はい、コローン。あ、手が離れちゃったね。はい。コローン。ゆっくりね、しゃくりしちゃったかな。はい、コローン。おい、おい、反対も、コローン。はい、できました。さあ、じゃあ手足少しリラックスさせてあげてください。このコロンコロンというのは、でんぐり返しなんかもそうなんだけど、平衡感覚を養う運動なので、ね、こういう運動もやってみてください。さあ、では、二つ目です。今度は足の旋回、足をぐるぐる回すとか、足を開いて閉じるという運動です。さあ、まずはですね、はい。じゃあ赤ちゃんを、はい、じゃあね、仰向けにしたまま、足、まあ足首あたりかな、この辺を持ってください。そうしたらね、自転車こぎみたいに足をぐるぐる回していきます。はい。片方の足を、伸ばして片方の足は曲げてる、この繰り返しです。おい、ぐる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 、あら、自転車乗ってるかな。おい、ぐる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 、足をゆっくりぐるぐる回してあげてください。片方を曲げて片方を伸ばして、はい、自転車こぎだよ。おい、ぐる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 、はい、できた。さあ、じゃあ足をまたリラックスしてあげて、じゃあ今度はね、両足を伸ばした状態で、はい、また足首あたりを持って両足を開いて、はい、閉じて、はい、開いて、閉じて、上手だね、はい、開いて、はい、閉じて、最後、はい、開いて、はい、閉じて、はい、できました。上手にできたね。はい、これが2つ目の体操です。さあ、3つ目です。今度はですね、ちょっと体幹を鍛えていきたいんですけども、じゃあ赤ちゃんを今度は、はい、うつ伏せにしてください。はい、この体、じゃあ前向いてごらん、前向いて、下向いてごらん、はい、うつ伏せにして、はい、足を伸ばしたらね、赤ちゃんのももの下あたりにお母さんお父さんの両手を入れてあげてください。そしてこのももをちょっと上に持ち上げます。いくよ、噛んでいくぞ、せーの、よいしょ、おい。もし赤ちゃんの口がね、床につくようだったら、多分赤ちゃんは横向くと思うんで、そんなに心配ないと思います。はい、下ろしてあげましょう。じゃあもう一回いきますよ。はい、ももを上に、はい、上げて、はい、ゆっくり下ろして、結構ちゃんと上がる子があったら、もう少し上の方まで上げてみてください。いくよ、もう一回、はい、かけていくぞ、はい、上に上げて、はい、下ろして、はい、できました。これはね、背筋あるいは胸とかお尻、ももも筋肉、うん、いい運動になってると思います。これからね、お座りする赤ちゃん、背筋や腹筋がとっても大事になってくるので、今の運動をやるとね、
あのこの周り、胴体周り、体幹が鍛えられると思うので、この運動もそろそろ始めてみてくださいね。はい、じゃあ、はい、体上向いて、いーよいしょよいしょ、今日も、おー、今日も上手にできましたな。うん、はい、赤ちゃん体操第3弾はこれにて終了です。皆さんもこの動画を見ながら一緒にやってみてくださいね。だからみんなバイバイしよう。はい、じゃあバイ、あっち向いて、はい、カメラ向いて、いいじゃん、一緒に、はい、みんなバイバーイ、バイバーイ、バイバイ、またねー、オッケー。